はいどうも、カズペンです。今日はね、僕の元にもね、楽天ミニが届きましたので、楽天ミニのご紹介と、あと現在楽天ミニを出している楽天モバイルがとんでもないね、キャンペーンを今売ってますので、まだ間に合いますので、これを皆様にご紹介、そして共有していきたいなというふうに思います。最初に言っておきますが、このキャンペーンに飛び乗って損する人は誰もいてません。誰もいてないっていうか、得できない人はいてるんやけれども、ほとんどの人が得できるような、そんなキャンペーンになってます。楽天モバイルって都市部じゃないと使えないのとかっていう方結構いらっしゃいますが、まあ、その辺も含めてねちょっとお話をしていきたいので、よかったなと思う方はねもう高評価をもうこの時点で、押す準備だけしておいていただければなと思います。というわけで、スマートフォンのねキャリアのおさらいをしていくんですけれども、現在日本にはスマートフォンのキャリアっていうのが4つあります。今まで3つしかなかったんですけれども、この度楽天モバイルが入って4つ目のキャリアとして現在運用されてるんですけれども、このドコモとソフトバンクと AU、まあもともとね、ドコモはずっと NTT ドコモやし、ソフトバンクっていうのはボーダフォン、J フォンっていうね、時代があったと。で、AU も通貨っていう時代があって、この3つがそれぞれ独自のプランを出しながら、独自の機種を出しながら日本の携帯電話業界っていうのがガーって成長していったわけなんです。ただ、いつしかね、携帯電話のこのドコモ、AU、ソフトバンクっていうこの3社っていうのはプランも同じようなプランやし、端末も同じような使ってるし、なんかこう談合じゃないけれども、もうこう自分らでその業界を囲い込んでるような、そういう風な企業になってしまいましたよね。それでいろいろね総務省とバチバチやってるわけなんですけど、そこに殴りかかっていったのがこの楽天モバイル三木谷社長なわけなんですよね。この楽天モバイルっていうのは第4のスマートフォン、第4の携帯電話のキャリアとしてこれからどんどんこう伸びていくような企業だと僕は思っております。はい、次に楽天モバイルとは何ぞやということで、おさらいという意味を込めてね、ちょっとだけ説明させてください。この楽天モバイルっていうのは画面見てもらったらわかるように赤の楽天モバイルとピンクの楽天モバイルがある。で、それぞれね、実は全然違う楽天モバイルだったりするわけなんですね。で、僕が今回入ったのはピンク色の楽天モバイルなんですけれども、少し前に入ったのがこの赤の楽天モバイルなんですね。この2つの違いを簡単に言っておきますが、まず上の赤の楽天モバイル、こちらはいわゆる格安スマホと呼ばれるものです。格安スマホっていうのはドコモ、AU、ソフトバンクが発したアンテナ、発している電波、これを曲がりして楽天モバイルとしてちょっと売らしてくださいねと、使わせてくださいねという風にして運営しているのが格安スマホだったりするんですね。で、楽天モバイルの場合はドコモ系の電波と AU 系の電波を発していると。次にこの赤の楽天モバイルの、まあ、これはね大きな特徴というか欠点でもあるんですけれども、楽天会員、しかもダイヤモンド会員でしか旨味がないんですよね。これここで今数字を示してもしゃあないので、出さないんですけれども、僕もプラチナ会員の時は楽天モバイルに入らなかったんです。そして、購入が多くなっていったり回数が多くなっていってダイヤモンド会員になったので楽天モバイル、赤の楽天モバイルに入ったんですけれども、このダイヤモンド会員だったら旨味はあるけれども、それ以下の会員だったら全然美味しくないというのがこの赤の楽天モバイルだったりするんです。そしてその次ね、これは赤の楽天モバイルの大きな特徴で、僕もここに惹かれて赤の楽天モバイルに入ったと言っても過言ではないんですけれども、低速でも 1Mbps の速度を出してくれるということです。これは何かというと、例えばドコモ、 AU、 ソフトバンクバーって毎月使っていきますよね。そしたら月末になったら通信制限かかったこと皆さんありますよね。僕だってあります。あの時ね、もう全然開かないですね。 Twitter ですら開かないし、 Instagram の画像は読み込まないし、 YouTube の再生もきついみたいなことはよくあると思うんですけれども、楽天モバイルっていうのは使いすぎて低速モードにされたとしても、この 1Mbps っていう速度だけは保証してくれるわけなんですね。で、これね、具体的に 1Mbps がどんなもんかっていうのがわからないかと思うんですけれども、 YouTube を例えばドコモ、 AU、 ソフトバンクの通信制限がかかって 128kbps に落とされたとしたら、一番低画質のモードで見ても結構ねしんどかったりする。読み込みも遅かったりカクカクしてたりすることがよくあると思うねんけれども、楽天モバイルの 1Mbps あれば一番下の画質はもちろんのこと、次の画質でも普通に見れます。しかもスマートフォンという、まあ、小さいね画面で見る分にはそれぐらいの画質でも何ら問題ないと。電車の中で朝こうやって見ながらね出勤する人も多いと思うけれども、その時も低速モードでも全然見れてしまうのがこの楽天モバイルの 1Mbps だったりするわけなんですね。そして一番下ね、楽天経済圏ならお得すぎというところで、
赤の楽天モバイルの話が長くなっちゃったんですけども、今回このピンクの楽天モバイルの話を本当はしないといけない。で、このピンクの楽天モバイルっていうのは第4のスマホで、プランが一つしかありません。最初に言っておきますが、この一つのプランの値段も2980円。これしかないんです。これがピンクの楽天モバイルの最大の特徴です。そして、上の赤の楽天モバイルでは、ダイヤモンド会員でないと旨味がなかったと言いました。ダイヤモンド会員じゃなくても入れてたんですけれども、ダイヤモンド会員じゃなかったら他のブランドに行った方がいいよと、他のキャリア格安スマホを使った方がいいよっていうところやったんですけれども、今回このピンクの楽天モバイルは楽天会員でなくてもきっちりと旨味がある風になってるよというところなんです。これはね、また次のスライドでお話しします。そしてね、都市部に出勤する人ということで、楽天モバイルっていうのは今ね、どんどんこう基地局を立てていってるんですね。基地局っていうのは電波を発信するその電波塔ですわね。その電波塔を今どんどん立てていってるんですけれども、やっぱりね、山の方とかね、人のいないところっていうのはまだまだ繋がらなくて、人の多いところから順々にこう広げていってるんですね。なので、都市部に住んでる人ではなくて、都市部に出勤してくる人がおすすめなんですね。なぜかというと、家にいたら大体皆さんも Wi-Fi 環境あったりしますよね。それで、職場に行ったら Wi-Fi がなくて、自分のスマホ使ってどんどん容量が減っていくみたいなことって結構あると思うんですけれども、職場が都市部であれば、そこでガンガン使ったとしても、はい、ではね、もうちょっとね、ピンクの楽天モバイルのいいところをね、言わせてください。今、ざっくり言うとというところで、この楽天モバイルはプランが一つしかないと言いました。この月額2980円のプランなんですけれども、もっと細かく言うと、実は最初の1年間は無料なんですよね。2980円×12ヶ月が無料で使えてしまうというのが、これえげつないところなんです。そして2年目から2980円がどんどんかかっていくと、これ利用料金を計算してみると2年間使うと 35,760 円で済むんですね。もしこれ2年間びっちり使ったとしたら、一月1490円になります。1490円で使えてしまうんです。どれぐらい使えてしまうのかは後で言いますけれども、まず次、電話代のことを言わせてください。2行目で、電話代はタダとあります。これ、すごいのが、右側の楽天リンクというこのアプリを使って電話をかけると、電話し放題なんですね。これすごくないですか？今までの格安スマホっていうのは、電話し放題をつけようと思ったら、プラス700円とか800円取られてたわけです。で、大手三大キャリアっていうのはもうその中に電話し放題が入ってたりするんですけれども、そもそもが高いから、結局払う額デカなるやんってことになってたんですが、ピンクの楽天モバイルに関しては2980円で電話し放題という状態なんですね。ただしこれね、ごめんなさい、 iPhone は除くということで、 iPhone の11シリーズね、11、11 Pro、11 Pro Max で、iPhone SE か、この4つに関しては一応この楽天モバイルの動作確認はできてるんですが、この楽天リンクのアプリ自体 iOS に対応してないので、 iPhone 持ってる人がこの楽天モバイルに入ってくると電話代タダというわけにはいかないんですね。これがちょっと悲しいところなんですけれども、 Android の方やったらタダで電話できると、すごくないですか。1年目無料、2年目毎月2980円で使えて電話代はタダなんですよね。そしたら2980円でどれぐらいの容量データ通信できるんやっていう話になってくるんですけれども、3行目、楽天エリア内ではこれ実は無制限なんですね。で、これ詳しく言うと、楽天エリア内というのは楽天が立てた電波から発せられるこの楽天の電波、これをキャッチすることができたらいくらでも使ってくださいということなんですね。これえぐないですか。通信を無制限で使ってもいいってこれ言ってくれてるんですよね。すごいですよね。電波っていうのは都市部を中心に広がっていってるんですが、そこから外れたらどうなんねんっていうところで、楽天のホームページを見ると地図がありまして、濃いピンク色、この楽天モバイルのピンク色で示しているところは楽天の電波が飛んでいるところなんですけれども、そのね、濃いピンクの周りが薄ピンクになってるんです。ここをね、パートナーエリアと呼びまして、ここは au の回線が飛んでるとこなんですけれども、 au というパートナーの回線を使ってもいいですよっていうのがあるんです。それが5ギガあるんですよね。つまり au の回線5ギガが使えて月1490円っていうプランだったりするんです。しかも電話代がタダなんですよ。
この1490円、他のキャリアやったらどんなもんかっていうところで、僕が前に入ってたイオンモバイル。イオンモバイルはね、結構データ通信量、これぐらいの4ギガ、5ギガ、6ギガぐらいのデータ通信量やったら、かなり安い部類に入るんですけれども、1490円出したら、イオンモバイルやったら4ギガしか使えなかったんですね。もう少し出せば6ギガ使えるんやけれども、1490円では4ギガしか使えない。でも楽天モバイルは5ギガ使えるんですよね。すごくないですか？はい、ここまで、ね、僕ちょっとね急いで喋ってるんでかなり喉がカラカラなんですけど、ちょっと強炭酸ジュースを飲みます。で、4行目ですね。低速時でも 1Mbps。 これは前と変わりません。楽天モバイルといったらやっぱこれなんですよね。もし使いすぎても大丈夫だぞという安心感をね、これ与えてくれているわけなんですよ。それをね、私たち享受しないでどうするっていう話なんですけれども、次5個目ね。これもね、なかなかすごい。これもお金ではないんですけれども、ポイントのお話でございます。楽天モバイルにオンライン契約してすると、その時点で3000ポイントがもらえます。楽天モバイルっていうのは各地にね、少ないですけど、店舗があるんですね。で、店舗に行って、契約してもいいんですけど、楽天モバイルはオンライン契約をね、めちゃくちゃ進めてきます。で、このオンラインで契約するだけでもう3000ポイントもらえるんです。この3000ポイントっていうのは楽天スーパーポイントのことなんですね。それと、楽天モバイルに入るときに事務手数料を取られるんですね。これ3000円と消費税の300円合わせて3300円なんですけれども、その分の楽天スーパーポイントもゲットできるわけなんです。つまり、オンライン契約するだけで3000ポイントと3300ポイントの合わせて6300ポイントそのまま上げますよと言ってるんですよ。そもそも楽天って楽天カード入った時に8000ポイント上げるとかね、ポイントでどんどん還元してきた企業で、ね、それでお客さん呼び込んでどんどん使ってもらおうというふうにやっていった企業なんで、楽天モバイルでも同じような手法を取ってるんやなっていうのがね、この辺で垣間見えるんですけれども、すごく嬉しいですよね。この3300円、事務手数料も結構鬱陶しいじゃないですか、3300円。それね、ポイントで返してくれないと、おい、よかなってなっちゃいますよね。さすがです、楽天モバイルさん。そして次ですね、解約手数料がゼロです。大手のプランっていうのは解約手数料を取る時期があるじゃないですか。この、こっからここまでの間に解約せえへんかったら、また解約手数料いただきますぜ、みたいな、あの悪どい、あの手法。あれがね、ないんですよ。つまりね、1年でやめてもらっても結構なんですよ。一年間お試しで使ってみてくださいっていうのがこの楽天モバイルのすごいところなんです。これね、上の 1,2,3,4,5,6 これをね、ざっとまとめてしまいますと、最初の1年は無料ですよ。2年目以降も2980円使えますよ。電話代もいりません。楽天エリア内では無制限でデータ使ってください。au さんの回線使っても5ギガまで使ってくださいと。遅くなっても 1Mbps 保証しますよと。オンライン契約していただいた方、6300ポイント差し上げます。それどうぞ使ってくださいと。1年でやめる？解除手数料結構です。いりませんと。お金、そんな滅相もないっていうのが楽天モバイルなんですよね。えぐないですか？はい。えぐないですか？そしてね、こっからです。こっからえぐいのが、一番下、楽天ミニが1円ということです。これ、1円です。はい。えぐいですよね。いくら楽天モバイルが良かったといえ、例えば今 iPhone 使ってんねんと、どこどこの iPhone 使ってんねんとか、どこどこの端末使ってんねんという方結構いらっしゃると思います。で、この楽天モバイルは本当に、お客さん集めたいからこういうキャンペーンを売ってるに違いないんですけれども、だったらそれに乗ってやろうじゃないかということで、この楽天ミニ1円で売り出されとったんで、僕もそれに乗って買ったわけなんですよ。まあ買ったって1円やからもう買ったっていうわけでもないんだけども、まあただ1円でも出してるんで一応買ったことになるんですよね。上げてしまうとね、またなんかこうちょっとあれですけど、ちゃんと勝ったっていう証拠が残るわけなんですよね。で、これがね、やっぱすごいんですよね。はい、そしてこの楽天ミニなんですけれども、今まで僕が説明したプランのことを、これ楽天アンリミットというプランの名前なんですね。で、このアンリミットと楽天ミニを同時購入すると、この楽天ミニが 16,999 円引きされるんですね。で、ここがちょっとさっきのポイント還元とちょっと違うところなんですけれども、この楽天ミニ普通に買うと17,000円するんですね。で、その17,000円がこうお買い物カゴのところに入っていくんですけれども、その下に割引で16,999円としっかり書かれてる。つまりこれ現金値引きしてくれてるんですね。で、まあ17,000円引く16,999円なんで1円で買えてしまうというわけなんです。そしたらこの楽天ミニ、どれぐらいのスマホなんやねんっていう話なんですけれども、中身は至ってただのアンドロイドです。
はい。で、CPU がスナップドラゴン439という、これも結構ね、ランクとしては低い CPU になります。僕の持ってる iPhone 7だって、もう古いですけれども、この古い iPhone 7よりも、さっきベンチマーク計測したんですけれども、こっちの方がしょぼかったです。Apple のスマートフォンなんで、CPU、脳みそに当たる部分、やっぱり賢いんです。ただメモリがこいつ 2GB しか積んでないので、すぐにアプリは落ちちゃうし、処理性能も悪くなっていっちゃうと。こっちは CPU はこっちに対してはちょっと弱いけれどもメモリが 3GB 積んであるんで最近のアプリをいくつか立ち上げてもね大丈夫にはなってるんです。それに CPU も性能の低いの積んでますけれどもこれだけ小さいボディなんでその下電池がねめちゃくちゃしょぼいんですよね。電池の減りはすごい早いんですけれども CPU を高性能なものにしてしまうと消費電力ってめちゃくちゃ高くなっていってより電池がなくなっていっちゃうんでまあ CPU と電池のバランスはすごく取れてるのかなと。そしてメモリも 3GB なんで最近のアプリをいくつか立ち上げてもしっかりと動いてくれるというわけなんです。僕もね少し使ってみたんですけれどももう普通に使います。かなりねいい。そして小さいはやっぱり正義ですね。そして一番下なんですけれども、こいつ自体をモバイル Wi-Fi にしてしまうっていう人も結構多いです。はい、これをモバイル Wi-Fi にするとはどういうことかというと、こいつをテザリングの親機としてね、そしてこういう iPad であるとか、それこそ今まで使ってた iPhone であるとか、他のね、ノートパソコンなんかも使えてしまうわけなんですね。なので、もし自分の家が楽天の電波を拾えるようなところであれば、これ一つ契約するだけで家のパソコンをつなげてしまってネットができるというわけなんですよね。結構すごくないですか？ただ同時接続は8台までなのであまりねいろんなもの例えばそこにプリンターをつないでしまうとか他の DVD レコーダーブルーレイレコーダーをつないでしまうといったことをしてしまうと限りは来てしまうんですけれどもそうでないライトユーザーの方やったらまあモバイル Wi-Fi にして、使ってしまうこともできるかなというところなんですね。実際に僕も家はね、ギリギリ入ってないんですよ。地図で見たら濃いピンク色入ってるんですけれども、実際やったらキャッチしてませんでした。もしかしたら家の外に出ると拾えるんかもしれないんですけれども、まあまあ家の中やったら Wi-Fi やが問題ないかなと。で、外行った時、そして職場に行った時に楽天の回線をキャッチできるなら楽天の電波をキャッチできるんであれば、この辺のね、iPad とか他の iPhone とか全部ネットに繋ぎっぱなしで運用することができるので、この楽天ミニをもうモバイル Wi-Fi にしてしまうと。なんやったら電話とか LINE とか Twitter とかいろんなことができるモバイル Wi-Fi と思って使ってる人が結構多いです。で実際僕もそのような運用でやっていこうと思ってるんで、今回はこの機種にしました。僕のおすすめの運用は現在の携帯電話スマートフォンはそのまま持ったままこの楽天アンリミットを契約すると。そして楽天ミニを1円で買うっていうのがおすすめです。やっぱり自分のいる環境が本当に楽天モバイルの電波をキャッチできるのかとか、この2980円で5ギガっていうのが本当にいいのかどうかっていうのを見極めるために、まあ1年間ぐらいね、しっかり使っていけばどっちか判断できるかなと思うんです。で、その後に自分が使っている機種が楽天モバイルに対応してるんであればそっちをメインで動かしていってもいいし、これをずっとサブ機として持っててもいいかなというのは僕は思います。そうは言ってもスマートフォンって契約するの結構大変やしめんどくさいんちゃうんと思った方結構いらっしゃるしゃるとは思うんですけれども、これね契約めちゃくちゃ簡単でした。というのはねやっぱり楽天っていうのはね楽天市場というすごいショッピングサイトを持ってるんでね、そのショッピングサイトで物を買うように携帯電話を申し込めるようにできてあるんですね。ちょっとね今はこれがすごく今はこのプランを選んで、そしてこの楽天ミニを買おうとしている方がいっぱいいらっしゃるので、ブラックもホワイトもレッドも入荷まで結構時間がかかってるらしいんですが、この3つともね、ちゃんと買えるような状態に今はなってましたので、このね、下のボタンから申し込めば、この本体が買い物カゴに入って、楽天アンリミットのプランもカゴに入るというような感じ。プランもカゴに入れて買うみたいな感じですね。ただ2つの商品を買って、そのままバーっと伝票を見ていったら、楽天ミニのところだけ 17,000 円って書いてるけれども、その下に 16,999 円の割引みたいにして書いてあるわけなんですね。で、初回事務手数料のところは3300円取られるんですけれども、ポイントの還元というのはまた別の話になってくるんで、後でポイントが付与されると。なのでそこはね、なんぼ払わなあかんっていうのは結構大きい額は出てると思うんですけれども、後でその分のポイントが返ってくるんで、そこは安心してください。まあ、ちなみに僕はね、赤が欲しかったんですけれども、僕がね、買った時っていうのはこういう風にワンタッチで本体とプランをセットでカゴに入れてくれるっていう風な状態ではなくて、
本体とプランを別々にこうカゴに自分で入れていかないといけないんですね。その時に赤を選ぼうとしたら赤はもう売り切れてましたということで僕は黒を選んだんですが、あと2日ぐらい待てばこの画面になってたので、この時に赤で買えばよかったかなっていうのをすごくね後悔してるんですけれども、まあ黒もねなかなか綺麗なんで僕は好きですね。ちなみにカバーも一緒に買えますし、前のフィルムも買えるんですけれども、僕はもう何もつけてません。この裸運用でやっていきます。この楽天ミニを実際使ってる動画っていうのはまた別の動画にしますので、興味ある方はそちらも見ていってください。他の方もねたくさん動画出されてますし、僕のこのでかい手で本当にこれが操作できるのかっていうところもね結構気になる方多いと思うので、その辺もねレビューしていきたいなと思いますので、今回はこの楽天ミニと楽天ミニが1円で買えるっていうお話をメインでさせていただきました。この動画が良ければねまた高評価とチャンネル登録のほどお願いします。あと僕はね本当は消防士なので、こういう話をするんじゃなくて消防の話をねしてくれって言われること多いんですけれども、消防の話よりこういう話の方が僕は好きなんでこっち寄りになってしまうんですけれども、消防の話を期待されている皆さん、もうしばらくお待ちくださいませ。ではまた。